セット、およそ半月分のお試しサイズが980円、しかも送料無料。さらに30分以内に3本を買い上げる方にはプレゼンターワンパスのエナジー2枚プレゼント。ご注文は0120-252-980。 あなたのアパレルチャンスです。ドクス1月のハイライト、アメリカの視聴率記録を塗り替えた衝撃作エンパイアシーズン2、伝説の海外ドラマが復活。 24 You are another day、 最後の戦いが今始まる。アメリカンアイドルファイナルシーズン、1月のFOXをお楽しみに。オンFOXI think it's very relevant to what's currently going on in the database.
の居場所が常に分かる。話ができるかどうか。くそ、動くな。今モルヒネを打つ。いや、打つな。傷は神経層に達しています。痛みでショック状態になる。分かってる。下がってる。
そうだとしても私はそれを知らなかった。知ってたら実行してる。 DMA ノードが使えるのも初耳。嘘みたい。使えるようになってもう2年は経つんだ。 CTU であなたがしてたレベルの仕事は私にはできない。でも恋愛だからそれわざわざ指摘して人をバカだと念をしないで。分かった。ウォーカー捜査官、探知の準備ができました。ジャック、クレーンかけるぞ。準備はいいか。番号12-555-0147。よし、待って。なんで電話してきた。アルザリアンのパソコンをチェックし直したんです。仕込んだ情報すべて。それでスイスの銀行から今メールが、アルザリアンの名前で依頼した送金を拒否してきました。再実行のやり方もよくわからないので。探知できた。ロニーは電話に追跡妨害の暗号をかけてる。解読してみます。そうだ、チューリヒの仲間に聞け。指示してくれ。了解。まずあなたの許可を得た方がいいと思って。他に問題は何？よし、クレー、分かったか。時間がなくて位置情報を解読しきれない。分かってるのはアダムス・モーガン地区ってことだけ。もう時間がない。もっと範囲を絞り込め。ええ、やってます。でも残りの位置情報を解読しないと。どのくらいかかる？分かりません。何してる、クロエ。急いで突き止めろ。電話切っていいですか？ジェリス、 DC 警察に連絡してすぐに危険物処理班と戦術チームを出動させろ。アダムス・モーガンだ。我々も向かう。行こう。なんですって、もっと大きな声で。大声は出せない。聞かれてる。誰にですか？弟を人質にしてる奴ら、テロリストたちだ。命令に従わないと弟が殺される。あの電車に乗れと言われた。それだけ？乗るだけ？ああ、頼む、助けてほしい。警察に電話してくれ。何か問題でも？お願いです。僕を助けてください。落ち着いて。さあ、こっちへ来て。どうした？実は、弟が人質にされてる。信じてください。早くイヤホンを耳に戻せ。イヤホンを耳に戻せと言ってるんだ。早くしろ。迅速対応、専任担当者が解決までしっかりサポート。
ソニー損保は事故対応で評価されてるんです。事故対応満足度ナンバーワン。ネット申し込みなら8000円割引。今すぐあなたもソニー損保へ。ハドラム、生きるために懸命に戦っています。栄養不良は子供たちの体を危機にさらしてしまうのです。そんな状況にある幼い命を救う一つの方法があります。ユニセフマンスリーサポートプログラム、世界中の子どもたちを栄養不良から救うチャンスを。例えば1日100円、一月あたり3000円、あなたのお気持ちが子どもたちへのご支援となります。3000円のご支援で治療用品141円となります。皆様のご支援でハドラミのような栄養不良の子どもたちを救うことができます。彼らには時間がありません。パソコン、スマホからつなぐ横にで検索してください。政府の承認が苦労されて誰も騒がないと思ってたのか。電話したでしょ。気持ちが変わったの。お金も振り込まなかった。あなたが雇った男は私が送金するまで実行しないと言ってた。お金も受け取らず、なぜあの男ホッチスを殺したの。僕がやれと言ったからだ。あなたも金が来ないと彼から電話があったが、僕は君が必ず払うと言ってやらせた。マーティン、どうしてそんなことを。ホッチスは承認保護プログラムを受ければ始末するチャンスはほとんどなくなる。第一、君が望んだことだ。そうだろう。僕は考え直せと知ることしたはずだ。だが君は僕の目をまっすぐ見て断言した。彼を片付けてほしいと。だから僕はそれを手伝った。結果彼は死んだ。どうしよう。あなたの通話記録、 それにコンピューターの記録だって。何も心配するな。インターネットの痕跡を消すプログラムを送る。通話記録なんか何の意味もない。オリビア、今さら両親の家族に悩むな。すでに行動を起こした後だ。君がこの件で動揺を見せたら周りの連中に怪しまれることになる。そうしたら僕たちはおしまいだ。お母さんも政権も致命的打撃を受ける。よく考えろ。それが君の望みか。いいえ。ならうろたえずにしっかりしろ。絶対大丈夫だ。僕の言う通り動け。それができれば切り抜けられる。どうだ、できるか。答えろ。できるわ。よし、じゃあすぐ金を送るんだ。
間違っても彼を怒らせるような真似はするな。やあ、僕だ。起こしてごめんなさい。全然。今ちょうどテリーに起こされたこと二度目だ。今夜はぐずっちゃってね。君が恋しいんだ。実はね、スティーブン、乗る飛行機が遅れてるの。そうか。どれくらい？1時間って言ってるから多分2時間くらい。そうか。何？これも何かのサインなんじゃないか。サインって？そこに残れっていう。お父さん説得してみたら。やっぱり残された時間は娘と過ごした方がいい。私だってそうしたい。でも自分が死んでいく姿を私に見せたくないってパパが言い張った。そうか。すまない、もしかして。テリーと一緒に空港まで迎えに行くよ。携帯の電池が切れそう。でも病院の方は大丈夫なの？ああ、ケビンが回収を代わってくれる。そうなんだ、よかった。早くあなたとテリーに会いたい。わかった。じゃあ。列車がワシントンセンターに止まってる間に噴射が始まるようセットした。よし、こっちもオフ。22番通りで拾う。ジャック、トニーの現在地が分かりました。どこにいる？22番通りを走行中。そこから3ブロック南。もう少し詳しい位置を教えろ。次に出るブロックの西側。270メートル前方。240メートル。全チーム南側から回り込んで接近に備えて。曲がってきた車。了解、見つけた。容疑者の車は黒いバン。逃がすわけにはいかない。捕まえ。最新作24元日先行一挙放送12月31日木曜深夜0時スタート。あなたの痛みは頭痛。頭痛のことを考えて開発したから名前はイブクイック頭痛薬。鎮痛成分が吸収を早める独自処方。頭痛に速攻イブクイック頭痛薬イブエーム。
自動車保険の更新ハガキが届いたんだけど、休日しか乗らないし、通販型もいいかなって。保険料は条件によって異なりますが、対人対物は無制限。人身障害と車両保険をつけてもこの価格になります。さらに年間予定走行距離が5000キロ以下でしたらこの価格に。なるほど。車両保険を外したら。はい、こちらになります。そんなに。あ、でも事故の時は大丈夫。ご安心ください。チューリヒは事故対応でも高い評価をいただいています。また事故の際の修理箇所を永久に保証するサービスもご用意しています。安心だね。事故も起こしてないのに保険料があまり変わらなくて、通販型もいいかなって。車両保険につけてこの価格です。さらにゴールド免許でしたらこの価格に。でも何かあった時は。チューリヒは全てのご契約にロードサービスが無料でついています。事故や故障の際現場での応急処置に対応できるサービス拠点が全国に約9500カ所ございます。しかも故障の際のロードサービスはご利用いただいても翌年の保険料や等級には影響はありません。通販型でも安心ね。ケア、いつもあなたのことを。皆様もお気軽にチューリヒにお電話ください。10分ほどでお見積もりをご案内します。お見積もりはもちろん無料。フリーダイヤル546633。バイク保険もチューリヒ。知りたい。今のところそれもできるかどうかはっきり言えません。なんとかしろ。分かってる。そのスプリンこっちに送って。どうして。いいから早く。どうせそう言われてんだよ。はあ、何。これなら多分壊れた時のメモリー状態を復元できると思う。必要なデータが足りないのに。いいえ、ある。グロームのモジュールに小型コンピューターではデータは即にバックアップされる。そんなの無理。ファイルヘッドがないんだから。そうかしら。ミスターゴルはアルミでの意識が戻りました。分かった。あとも頼んです。しばらく外してくれ。頼む。しばらく俺たちだけにしてくれ。トニーはジブラーンと連絡を取り合ってるはずだ。
地下鉄でも通じる強い周波数を使ってる可能性が高い。調べてます。あった。これ専用の K バンドです。間違いない。よし、これにつなげ。つなぎました。ジュラン、ジュラン、俺はジャックパワー、聞こえるか。ああ、聞こえる。俺は FBI と動いてる。君の弟は無事だ。見張り役は拘束した。ハミントと話したい。今ここにはいない。弟と話さないと。ジュラン、よく聞け。弟は無事だが君は違う。犯人たちは君に何か荷物を渡しただろう。いや、何も渡されてない。駅の映像が入った。よし、ジュラン、彼らは君をテロの犯人に仕立てようとしてる。何か荷物を渡したはずだ。うわ、なら車内のどこかだ。スーツケースかナップザックのようなものが放置されてないか周りを見てくれ。わからない、そんなもの見当たらない。絶対やる、よく探せ。さっきの女だ。女、あの時の女だ。奴らと一緒にいた女がさっき列車から降りていった。もう駅に入ったか。ああ、入った。乗客が全員降りるまで君は車内に残ってくれ。ジャック、大丈夫だ。
さん撃ったらどうも。20分前に撃ったら、ラミ切らない。もう、手を食い止めた。これももう休める。もう大丈夫。FBI がアルザリアンを突き止めたのは手が出せなかった。容器も持っていかれたということか。くそ、あの病原体がなければ全てが水の泡だ。トニーも FBI に拘束された。だったら君が始末しよう。あら、だから彼は知りすぎて居口を割るかわからない。トニーを始末しよう。いいえ、あら、トニーを殺す必要はない。彼はすぐに自由を得る。何を言ってるんだ。信じて次の手を打って。そうでないと困る。信じないね。あ、コーヒーでも買ってこよう。君たちは何がいい？私はデカフェは連絡。結構です。本当？遠慮しないで。僕のお守りだ。本当に。ありがとう。ご主人とてもいい方。今日のところはね。あ、そうだ。見ててもらいます？ちょっとトイレ。ええ、よろしく。
代から10年後の物語。 MIT の研究所が監修、より洗練されたビジュアル効果、映画とリンクする壮大なストーリーで送る SF アクション超大作マイノリティリポート、水曜夜9時。何か用か。どうしたケニー、
もう数年前ですが、私がパーマー大統領に護衛官だった時、確か首席補佐官がオフィスにいくつか改良が加えられたことがありましたね。マイクの陸も大事です。はい、そうです。中でも音声作動式録音システムが導入されたことで、スタッフ会に保管されるような。私がそれを使っていたかという質問なら、ああ、いいですか。磁石があるオフィスをドロップ、その電源は切られましたか。いや、なんでそんなこと。今はお答えしないと言っています。そのレコーダーへのアクセス方法を教えていただけませんか。君にはできない。ロックされて、私の親指の指紋がいる。アーロン、協力が必要なら、どういうことか事情を説明しよう。あのオフィスはまだオリビアが使ってる。彼女と関係があるのか。それは、うまく電話で話すことはできません。わかった。30分でそっちに。感謝します。私に何か言うことあるんじゃない。何かって分かってるでしょ。分からない。例えば小型コンピューターのデータよく取り戻したわね。それかあなたがちゃんと仕事できるって可能性考えるべきだったとか。自分を認めさせたいなら他の人だって。知らないでしょうけど、私はそういうの一番苦手な人間だから。自分の間違い認めたら。そろそろ試験よ。転んだ。そうです。でも地下鉄で見たときは黒髪のカツラをかぶって革のジャケットを着てました。ジムラス、ジムラスのことだ。ハグリッド、命の流れだ。スタンドには、デカフェはなかった。それであちこち探し回って、ターミナルの逆側まで行った。問題は解決。はい、どうぞ。ご苦労さま。そしてフランクス捜査官の死んだよ。ドニー・アルメイダを逃がして草もないと娘を殺す。この件について誰かに連絡したり警告したりすれば同じ結果になる。分かったわ。さらに追尾に答えるのは不可能だ。彼は拘束され厳重な監視下に置かれている。それはそっちか。電話はこのままピラズ嫌でできるんだと。あなたの言葉は逐一聞いて早くして帰る。ポーランク戻るんじゃないの。
それと、どんな森するか、それと、あなたも不安やった今日。そんなならないよ。そして、バケツに、ピンクのバケツに、感じが溜まって、今も行ったら、食べてる。で、そんなのってさ、お家のもの全部さ、壊さないでね。壊さないで、そんな使ってないし。で、入ったら、どうけ、あの、敷いてあるあれも、ぐっしゃぐっしゃなって、またパソコン持っていったの。持ってかないでよ、なんかさ、もうちょっと、お母さんたちが、一人だとなんも壊さないんだけどさ、必ずさ、ゆっくりこう、ちゃっちゃって、まっすぐ降りてるかなって。見てよ。トイレとかさ、もっとダーダ出てるのにさ、お母さんなんかトイレに行くわけでもなくてどうなってる、水の音がすると思って聞いたら、ほらダーダ流れてるよ。あんなの気をつけなさい、もっと耳がついてるでしょ。
度だけ話してくれました。ユニセフの脱脂粉乳の思い出、決して美味しくはなかったけど、生後の食料なんで四六時中お腹を空かせてたから、いつも残さずに飲んだそうです。食べるものがあるだけで嬉しい、そんな時代だったみたいです。学校を出てからは家族より仕事だったけど、お父さんたちが一生懸命働いたから今の日本があるんだと思います。オレゴン産の一部を世界の子供たちに送ってもいいか、無口なお父さんの言葉に驚きました。栄養不良や病気に苦しむ子供をテレビで見るたび、貧しかった子供の頃の自分たちと重ね合わせていたそうです。お父さんのこと何も分かってませんでした。もっともっとお父さんと話がしたいです。皆様の思いを世界の子どもたちへ、ユニセフ遺産寄付プログラム。詳しい資料はホームページまたはお電話で。ユニセフ遺産寄付で検索してください。前回までのクラティブ、司法省がブラスオーツの爆死事件の捜査を始めたそうです。気持ちが変わったの、お金も振り込まなかった。お金も出てます。なぜあの男をホッチスを殺したの。第一、君が望んだことだ。そうだろう。ジャック、トニーの現在地が分かりました。了解、見つけた。
めます。安全な回線です。どうぞ。おはようございます。時間を割いていただき申し訳ありません。かばいません。クリソスのレンズとテスターの日はクリソスの調査誰が調査します。それではこれより連邦省ドラコブスの拡大でございます。ホワイトハウスに入手続けることオリビア・テイラーへの事情聴取を始めます。手続きに残った調査によりクリス・テイラーの権利が守られるようにお話しします。なぜ守ってもらえますか。誤解用の言い方でしたが両親の調査は献身的なものに過ぎました。殺害前のボスがどこにいたか知っていたのも全員を調べることになっています。なるほど。クリス・テイラーに行ってください。オリビアが来てたのどこ。あいにくですが本日殺害に関して司法省による聴取を受けているところです。司法省は情報漏れについて何か使う。いえ、ですがやはり本日に関する情報を知っている者は限られていると言っています。内部の人間に間違いない。皆さんおはよう。どうぞ席に。皆さん今すぐにでも眠りたいところでしょう。ですが招集をかけたのはこの数時間の状況について皆さんに伝えたかったのです。差し迫った危機に直面していると思われたのに。およそ30分前盗まれた生物兵器の容器を FBI が確保しました。ですが残念ながらまだ危機は終わっていなくて、殺害される前に本日はこう発言しています。兵器開発に関わったのは自分だけじゃない。他に共犯グループがいて、それは複数の民間軍事会社からなる絶大な力を持った組織で、政府の権威を失墜させることを狙い手を結んでいる。すみません代表、どの民間軍事会社ですか。それはまだどの軍事会社が関わっているのか本日から引き出せない。いずれにせよそのグループが今なお現実的な脅威となっている。現時点ではまだ有力な情報はつかめていない。ただし FBI が元 CTU 捜査官を逮捕した。名前はトニー・アルメイダ。この陰謀の鍵を握っています。アルメイダが我々の捜査に協力すれば共犯者に突き止められる。ウォーカーボスがこちらシーンブラボンをかけた回収させた金さんから了解。ブラボン3、警察が交通整理しダウンタウンを抜けるルートを設定する。指定交通機関西入り道を使う。そろそろ時間よ。その護送車は高速70号線を降りようとしてる。ダウンタウン方面の出口に差し掛かる前に車列から離れないとトニーを逃がすチャンスを失うわよ。それは不問地娘を助けて。その車を乗っ取り約6キロ先にあるタフト通り方面の出口で降りて奥に渡ってきて。忘れないで、監視役が娘のそばに。私も今姿を見る。逆らわない方がいいわ。伝えたら発見される。
必要ですよね。
配信最新作「24」を元日絶好一挙放送10月31日木曜深夜0時スタート知らせたい早く知らせたい車に乗る全ての人にポニーパッパのことだって保険料は水分だけオートサービスが無料でついてくる自己対応満足度ナンバーワンだから選ばれ続けてるのね知らせたい声をダイレクト自動車保険ならソニー損保Thank you.
会館に忘れ物を取りに来たと話してくれる。大したものじゃないが、メモは全て保管して、その回顧録を発見する。Thank you.
を見てたから何かあったのか。横浜暮らしの道具を横浜スーツケースに入れてた。だから鍵を壊して開けたから。どういう件でしょう。うん。安全上の問題があったらしい。そうですか。そっか、ですよね。先生。
出てきたぞ。ねえ、はっきり言わせよう。私にはまだアクセスできない。一緒に記録を作ってほしい。どうすると考えても君たちからないでしょう。少なくとも銃の連行法を破って。何をするのか。この記録の何を作るのか。それいつに言われるのか。私じゃない、あなた。あとは私の必要。そうか。確かにそうではないのかもしれない。私のことを求めるのかもしれないけど。確かに。私と目の向かいに何の何のあれわからない。何とかしてよ、そっちの必要があるんですよ。そうです。試験たくさんしてよ。車の中に再生地区が大丈夫だ。では、予想されていたのか。どうぞ。ボリビアを相手にすることはそのような方法の中に入れます。
心の中心メンバーになったのか、この番組で言うのです。はい、その日は一瞬たちを頼めば何もあるのですか。さすがに。だったらさすがにいるようにしてるよ。今回のことに考えたのは難しかった。組織の時と話してた。彼と時間に会えるようにしてくれれば、自分でいいと。それはいい方法ではない。なぜ？あの人は極端に用心深い。その責任性を固くなり守っている。それはよくわかる。だが俺がいなかったらこの計画は進まない。君は彼の影響力がある。信頼されている。数時間後にやっても彼女としてもI'm sorry.
用できるし、マツケの悩みでも気軽に相談してみよう。まずはマツケクリニックで検索。予想以上のウイルスの量が多い。水液だけで全部です。もちろんこれだけでは生物兵器を作らない。臓器から働く。だいぶ弱ってくる。あとどれくらいかしら。もし死んだら病院に、病院を採取するなら、死ぬ死が生きていることが最適じゃない。だが死の時期が場合によればそれ以上病原体は増えます。病原体が確実に死滅するのは500度以上の高温でさらされた時期なので、それを報告書に届けて研究した報告書はまずもっと発生しているのです。急ぐ人物は、ストレッチは。パワーは病気で、でも採取する場所に。え、はい。今回は必ずやり遂げられると断言できる。はい、難関を繰り返した。十分な設備さえ確保できれば、病原体に採取されていくつもりは簡単でしょう。いいだろうか。他のメンバーに伝える。よくやった。今回のことは、アルディーナに関してする。彼がマウンドの優先の確認する。礼を言っておくと。それ以上のことを考えた方がいい。それ以上、何を言った。中心になっていたから、そういう話はまだ早い。知らないの。はっきり地球を処理しないと、彼は離れていくかもしれない。アルメイダのことは何でしょう。だから徐々にしよう。事故に耐えていくことは、これは私。こう言ってるだけ、国民が考えることは、組織にとって、プラス、絶対にあって、計画を実行する上で足りなかった知識は、彼の経験で補ってくれる。君はそこまで大切にする。貴重な存在。他の人間はあなたが確認したでしょう。確かに会ってみてもいいかもしれない。これからの会その場所感じているんですか。バウアーの椅子を私の椅子から苦しくて動かない。他のメンバーの安心する。だが一旦アルメイダを取られる。もしこれが君で私が気に入らないと思ったら、どうなることか、彼の一つでも確かに。ストレッチャーを横に置き、コントローラーに置き、
っちへ行く。
私の勧めとしては1人以上の参加の場合は2種類の味を選んでいただいて2倍楽しんでいただきたいと思います。お客様のことは経験豊かな店長員がサポートいたします。今までの実績として実際ご参加者の方も多くいらっしゃいますので安心してご参加いただけます。詳しくはお近くの HIS でお尋ねください。リクエストでも検索いただけます。ロックセレクションタイムカードです。今回は北海道のソロホーにやってきました。北海道 D は鍋でしょう。ではお願いします。こちらはキンキ鍋のセットになります。北海道産のキンキ、ホタテ、ズワイガニの爪、サケ、ボタンと締めの非常のセットとストレートスープがついていて4人前のセットになります。あのうち豪華ですね。素晴らしいものにね、何かあればないと思うんですけど、これ警官に来てくれました。大物の緊急のセット大物のセット大物のセットの優勝発表です。素晴らしい。オフサイドの美味しいはオフサイドで検査。いいっすよ、テレビ。無駄ねえだろ。切れよ。何を聞かさないと君が殺される。
組織の計画通り生物エイトによる攻撃を実行でき、どうやった違う機能が臓器病原体が体内から採取すれば病原体が手に入ってくる。彼は組織に潜入した。時間がないと言ってる。この私マルメイがここまで見てほしい。でも君は私に気に入らないと思う。彼の一つの方が助かるのかな。あとどれくらいますか。2、3時間かかる。4、5時間病原体を忘れます。病原体が手に入ってくるのは500度以上の高温にさらされてくるだけの無線の処理でしょう。これ午前7時から8時に来たんですけど、もっと人員が必要なら適切に確保する。必要なのは人員じゃなくて幸運。このパソコンからの通信経路は複雑に改善されてる。送信先を限れそうなの。別な回答を探してます。何か出たら連絡してね。まだ送信先を考えるの。今来てる黒江とジェニスが全員を超えると他の父を見つけてくれる。今からこれが有効なプランから新たな手を見つかる。でも父はもう死んじゃうんですよ。あとどのくらいの期待にかかからない。
はお伝えしないと。自分の口から話す。倒さなければならない。奴の大義の信仰者だ。証明する必要があった。一体何を言っている。奴のアランを許す。チャールズ・ローガンを陰で操っていた。バーナー暗殺を命じたんだ。許すか。証拠を消すためにミシェルを殺させた。この男が妻を殺した犯人だった。一体何故不審だったのか。罪のない人々を壊したんだぞ。俺がいなかったらその10倍の人間が死んでた。一緒に殺したことを詳しく調べれば調べるほど、おじさんのような奴らが次々に浮かんできた。将来で我が子に育っていたのはあの連中だ。俺は奴らを倒すかやった。自分で見る苦労の声を聞いて、組織の失態につかもうとした。やっとまだ食べるせいで、あいつらを潰すはずだった。攻撃を教えたら、この俺がジョナス・オッチスのミサイル発射を止めた。チームセットが仕事だ。お前はワシントン・セントライフで生物兵器を撒いた。我々が一歩遅かったら、何千人もの罪のない人々が死んでいた。エースの攻撃を使ったら頑張れるか。だって、殺しが、殺しが、お前のことが何か解決できなくなる。知ってた？後ろの始まりを。
間第1ストア、小平の地に大きく届く、サファリ企画の東京販売中。チューリッシュは自動車保険とお客様に合わせて保険を。例えば、年間走行距離が1万キロ以下の方、初めて自動車保険にご加入される方、運転者が40代の方など、一人一人にぴったりの決まった専用自動車保険、ご契約いただいた方の保険料が平均で約1万1000円節約できました。ぜひお電話ください。インターネットで頑張ってください。
海洋航空団地、場所は南北駅、外の辺に向かって脱出チームがあれば出ましょう。一体どういうこと？え？なぜ FBI が？トニー！
Thank you.
全部。マツケ貧乏症なら治療が厳しい。肌の悩みと同じようにマツケの悩みでも気軽に相談してみよう。まずはマツケクリニックで近くのクリニックを検索。ありがとう。
送中は誰も近づけない。どうかと思って放送しています。到着予定は10分後です。20分で送中です。ユースの移送処理許可了解。くらい悪いけど、ユースの移送処理を用意してもらえないので、両方僕が後にしてもらえる。後でこの人に連れ出してここに残る。そこにそばに今日はユールトークにしたら今は殴り方が面白かった。この国が働いたりしてはまた意識としてお手伝いとして嬉しいのに、そう、喜んでくれる。
く引き続き、本日以降、シーズン1から8、完全放送。ボクセル1月のハイライト。アメリカの視聴率記録を塗り替えた衝撃作、エンパイアシーズン2。伝説の海外ドラマが復活。24